どうも、エルザです。それでは、バイオハザード RE3 やっていきたいと思います。さあ、ここ、何が出てくるかな？さすがにね、いきなりゾンビってことはないと思うんだけど、念には念を。あなた UBCS？ そんな顔でみんな完成していない。分かった。おい、やめろ、待て。なんてことするの？感染してた。してなかったかもしれないでしょ。スターズのやつは甘すぎる。壊滅寸前になるわけだ。あなたたち UBCS は仲間を平気で殺すの？生かしてもゾンビになってた。お前は生き残る気がないのか。駅に戻っておとなしくしてろ。弱いやつはいらない。邪魔になるだけだ。なんかいけすかねえなあ、あいつ。まあまあ、感染してた可能性は高いからね。まあ、助かったと思えばだけど、いけすかんなあ、あいつ。またまだ容赦はなかったね。さて、おお、これは UBCS の隊員と引き金ね。電気屋からの告知、自由にお使いください。小型発電機を街の各所に設置して、みんなに自由に使ってくれと。銃で撃ったり強い衝撃を与えると放電して近くにいるものを感電させる。感電あるのか。いい話聞いた。あ、これのことだね。よし、感電してないじゃん感電してなかったじゃん、今の。うわい痛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 い。ワンちゃん強いって。ああ、これは抜けていく感じだね。ムシムシてか、ワンちゃん出てくるの早くね。特にないよね、アイテムないよね。あった。ハーブゲット。で今進んできたわけか。これ開けると、でこれも開けてって言った瞬間見えたんだよね。やったね。あ、やっぱ無理か。重なってほしいね。いや、ちょっと仕方ない。無駄打ちになる可能性あるけど、危ない。この意外とゆっくり動く感じがね。すまんな。ちょっと。よし、オッケーかな。てか前作にはショットガンで死ななかったやつもいるから、それが怖いんだよね。ガンパウダー。残しておいて、後で取りこよう。あとはあれだよね、2の時みたいに、その倒したらその場所に出てこないのかっていうのが気になるんだよね。よし、早速バック回収だけしていこう。あ、起きることはないでしょう。はあいやーねー、まあまあ R18 なんでね、できるようになった時には安くなってるからね安くなって安くやるっていうのがね。預けておいて、まあこんくらいいってれば大丈夫でしょう。でもそうだね、3に関してやりながら思うけど、ほんと回避ができたらすごい気持ちいいなーと思う。4つの段ロッキーのレバーすべてオンにしてくださいと。オンでいいんだ。なんだろう。なんか嫌な予感がするな。ひどい匂い。そうですね。考えたくもない。うわー、やったなー。グリーンハーブ使え。ちょっと待った。何そんな変なの出てくるの？絶対上から来るでしょ。やったな。なんかね、すっげえぬめぬめした音が聞こえるんだよね。ああ、しかも埋まっちゃった。なんてこと。よし、一回ちょっとアイテム預けよう。持てないからね、どっちみち。ああ、雲はね、雲は嫌なんだよな。もうなんか今ので、あ、だいぶなんか体が涼しくなった気がする。よし。いや、絶対空きまだ必要だね。預けておいて。どうかな？いけるかな？取って、もう一回直しに来ようか。もうそれの方がいいね。やだなぁ。やだなぁ。2回目取るときは結構さっぱりしてんだよな。早速開けて、ん？キーピッキング、キーピック。あー、じゃあこれで開けれるのか。何の音？いやー、嫌な感じの音がしますなー。あれ？あ、そういうことか。はい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 。ここね、ここで使えってことね。あ、自分で動かすんだね。あー、嫌だ。うえーいや、チュートリアルじゃん、がっつり。うぎゃー、ほんと最悪だよ。やっぱ上か、上か。うわ、問題はあいつら何に反応してくるかなん。よし、ショットガンは一発でいけるね。ってよ。やるわよ。さあまず1個。うわ危な。一発で落ちてくるか。ほう。うわーあーあーやめてくれー。雲は嫌いなんじゃ。ああまあ多分道を覚えて動いてだろうね、あの4つのマークはね。とりあえず取っておいて、なんか音するんだよな。よし2つ登って上に行ったらいないんじゃない？でもなんか音がするからいそうだね。いや、うーわ、意味ない方が良かったな。はあ、また降りるの？これさ、こんな序盤でこんなっていいの？はあ、雲は通ってくるけど、どうせ押したら来るんじゃないの？あら、ほんと勘弁してくれ。なんとなくで避けた。よし、あれ落ちてこない、落ちてこない。逃げたか。いや行こう。無視無視。さて、おおどう来る？上か。いやー痛いね。しかもちょっと強いね、なぜか。いや戻ってきたか。戻ってきたね。あれこれでいいのかな。はい、火炙りーんやろ。あーあーあー早くもう出よう。全部つけたからね。いけ。あ、違う。こっちかな。よしよし、こっちこっちこっち。よし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 。ああああやったー。主電源を入れるだけ。もうね、もうね、避けるときはもう連打を連打よ、連打。はあこれきちいな。きついねこれね。ばって。あ、見るのは多分 OK なはず。くたばるかな。うん、くたばったかな。よし。はあ、はあっていう、はあしか出てこねえわ、もう。いやー、どうしよっかな。アイテムいっぱいだね。本当はショットガンいらないんだろうね、まだね。そうね、確かに普通のボスいなさそうだよね。あ、てか、これでいいのか。電力通ったってことだよね。カルロス、ジルよ。電源を復旧させた。よし、いいぞ。次は運行システムの起動だ。鉄道会社の指令室に向かってくれ。ビルの場所。ああ、なるほど。本当か。やるね、相棒。さすがだな。誰が相棒よ。ね、戻ると。ああ、ほう。危ない危ない。忘れるところだった。開けて、いやー、もうあんなん雲にあんなんされたら俺もう生きてけんもんな。生きてたくないむしろね、あのままもう生きてたくないね。うわ、マジで。ああ、よけれんな。いい。絶対こっちだよね。やっと危ない危ない危ない。ってことじゃないのかな。やばい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 。運行システムを起動してから行く。はあ。いや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 、なんとか避けたけどさ。よう避けたわ。ってことはまた追いかけっこが始まるのか。いや、めんどくさいよ。マジでめんどくさいやつだな。全然倒せる気しないしね。お、救急スプレー。じゃあ、ハーブ直して、まあ、回避できただけラッキーだね。お、あれは、おろせそうな雰囲気がしたのですが、こっちではないですかね。画面。えへっ、うい。痛い。よし。ういー、逃げるおー。はいはいこれ違う、これさ、合ってる場所、進ます場所合ってる。やっぱいますよね。戻ってこいっていう話だから、金庫はいいとして、だよね、鉄道指令室行くなら抜けて、いや、違う。あ、いえ、合ってるか。抜けて、そうだね、いた場所を抜けていかないといけないね。はあ、よし、うおっ、よし、それは避けれない。3人目は無理か。あ、終わった。あー、そうかー。いやー、だいぶねちっこいファンやね。そうだね、デトバみたいなチェイスあったね。いや、避けてもさ、さすがに3回連続ってなかなかやね。2回まではいけたけど、3回目は辛いわ。いや、ほんとね、ちょっと、いやーねー、隠れてバレなければ一番いいんだけどなー。いや、つえーっていうか、厄介やわ。ここからか。あ、開けるところからね、しかもね。よし。あっちがその木なら。で、ルート的には、渡って右やね。さあさあ、いつ飛ぶいつ飛ぶ。いやー、回避はでき、いて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 、2発2発は痛い、2発は痛い。使う、2発は痛いね、さすがにね。そう、そういう感じか。とりあえず柱回ってきて、ね、見えてなかった。とりあえず回復しておいて、そうそう、このビルなんです。はい、早く。カルロス、指令室に着いた。次は何？よし、運行ルートを入力してくれ。オッケー、ちょっと待って。はあ、はあって感じだな。行き先は？今いるのはレッドストーン駅だ。行き先はフォックスパーク駅。フォックス下か。私はスーパーコップ。朝飯前よ。あ、1で、FA が、あ、3まであるの。2の、RA が合ってるかな。3で、あ、いや、一番上がレッドか、上からか。そしたら PAPAF か、 FA の2にしてだよね。121、ん、どういうこと？上の線が1でしょ。1、2でいいかな。いや2でいいか。いや、2だと戻るのか。1で下行って、03 で S、 サインと A が指定のルートが見つかりません。再設定してください。ほう。あ、違う違う。まあ、一つずつやろう。2で、RS03 が。じゃあ、こういうことか。カルロス、私よ。うん、だね。あぶね。いやー、いろいろと大変やな。出発の準備をしておけ。めっちゃドーナツ置いてある。とりあえず玉入れておいて、絶対出てくるよな。さあ、開いた。救急スプレーがあるってことはやっぱそういうことだね。ショットガンはこのためか、使うのは。マジでなんですか、あなたは。いや、ちょっとこっちぶち。なんだこいつ。ハンドガン打ち続けるよりかはって感じだね。こっから。うーわーマジですか。めちゃくちゃやばいことになってるじゃん。さあ、開けて。回収して。ピッキングは使えるしな。まあ、なんかのために持っておくか。はあ、あいつはショットガンだね。なんか嫌な音楽がするなあ。そういうことですか。ねえ、なんでいいとこいるの。あ、なんちゅういい場所にいるのかな。うお、危ない。違う。よし、合ってるかは分からんが、合ってないね。おお、それはいかん。それはいかん。ああ、おお、よし、下で結構ゆっくり締めるのね。きつい。これぽいよね。よし、次緑。おお、アイテム。いや、よくわかんないけど、よう進めたな。一個だけにしとこっか。ガンパウダー。まあ、とりあえず一かな。こんな感じで。よし。とりあえず合流しよう。いやー、もうね。上出来だ、スーパーコップ。もう列車は動く？ああ、あと一歩だ。整備に30〜40分かかるが。かかりすぎだね。ニコライ。状況は？街は化け物で溢れてる。地上を突破するのは不可能だ。なぜその女がいる？地下鉄の軌道を手伝ってもらってる。この女は足手まといになるだけだ。ここぞという時に引き金すら引けない。おい、落ち着けよ。こいつのせいで死ぬぞ。悪いな、みんな気が立ってるんだ。マジかよ、またやつか。目当ては私よ。私が引きつける。おい待て。いや、マジで引きつけちゃうんですか。よし。あ、来なさい。ストーカー野郎。おお。ここよ。かかってきなさい。さようなら。絶対これバーンってくるでしょ。これもう一回蹴れ蹴れ、もう一回蹴って、あ、やばい。おお、間に合う。意外と間に合ったね。きそうで嫌だな。これは大丈夫そうだね。はあ、聞こえる？カルロス。他の出口を探さないと。さあ、地下か。地下は嫌だな。いい覚えでない。地下はね、あのデロデロってしたやつ出てくるんでしょ。あのデロデロしててトゥルトゥルのテッカテカしたやつでしょ。預けよう。預けとこ。ああ、これはお、もういらないんだ。いや、単純に戻ることができないからなのかな。わかんないね。まあいいや。ナイフ、いざって時か。よし。もうちょい進んでみますか。あれでも間に合うんだね。A 連打でね。よし。お、なんかある。なんかある。今の鳴き声は。嫌だなあ。また変なの出てきそうだよね。下水道。電子上に交換し、セキュリティの強化を図ることになりましたと。バッテリーが必要。ないですな。何か動力が必要ね。じゃあ探し行きますか。あれ、降りないとダメなパターンかな。ほんとこの服燃やすしかない。まあそれが一番。おお、どうした。これ上に上がると、ああ、いけないか。奥も行けない感じかな。ダメだね。回ってくるしかないか。いやー、何が出てくるんだろうね。全然先見えねえし。地図は手に入ってるんで、ぐるーっと回ったら戻ってくるのか。研究室が、管理室だね。先にね。うえー、なんか出たー。うわー、ちょっと待ってくれー。うわ、なんじゃお前そりゃ。いや、戻された。飲まれたね。はあ、えぐ。そうだね。ハンターガンマか。いやーショットガンだな。よし、さてさて、あの声の正体は今のやつだったんだね。仕方ない。もう最悪。この服燃やすしかない。いや、回避ができなかったのちょっと痛いな。4発でダメ。クイヤーなのこの生き物。6発か。6発はちょっと多すぎる。いくらなんでもグレネード持ってた方が良かったかな、今の感じだと。なんでかな、なんですぐセーブポイントがあるかな。ガンマ個体を初めて、バイオ層から出すと、攻撃性は低い。ああ、じゃあ、運んだけど、みたいな。お、ガンショップ剣道か。これあれだね。前回出てきた親子のやつだね。グレネードランチャーは局面に合わせて弾薬を交換することに最大のパフォーマンスを発揮する。炸裂症硫酸。マインスロワー弾。なんか初めて聞いた名前だね。自作不可能。お、グレネ、グレネード来たけどさ。ほとんど何も持てないね。預けるか。炸裂 B。書いてあったのが B と、2つでってことだね。A と B。あー、A2 つか。ちなみに、はいはい。まあちょっととりあえずは、すぐは使わなそうなんで。よし、整備しよう。はあグレラン来たね。グレラン、まあグレランだね。はい、ということで、そうですね、動画の方はここまでにしたいと思います。ライブの方は、もう1本ぐらい撮ろうかなと思いますので、第2話はここまでですね。辛くねこんな、いきなり大型とか出てくんの？いやいや、マジで、結構気持ちすれるね。はぁ、ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それでは、また次回お会いしましょう。ほんじゃあ、またな。